私は大きくなって、誰かと待ち合わせ。約束あるから。やばい、出遅れた。おばあちゃんからです。ひとみ、もう着いてる？うん、私ももうすぐ着くから。ゆっくりでいいよ。ありがとう。私は大丈夫。一人でも平気。言い続けているうちにだんだん本当になっていく。これも魔法のせいなのかもしれない。魔法なんて大嫌い。お待たせ。新月の夜に満月の力を借りるなんて矛盾した魔法だと思わない？まあ友達や恋人と別れたくないとかそういうのあるだろうけど、別にどうでもいい。ちょっと私行く。到着。ここどこですか？ありがとうございます。リーダーどこですか？現金。明朗会計。現金ってなんだっけ？犯罪。これじゃあダメですか？ここどこ？場所を特定できません。できません。最後に更新された位置情報は必要ですか？いい。じゃあ今日はいつ？日付を特定できません。通知できません。2018年。あっ、開かない。お願い、開いて。どうしよう。でもどう考えても不審者。誰か助けて。バイト？クローズまで。うん。ご飯あんの？開いた。同じだ。海と山。おばあちゃん家の近くの。同じだけどちょっと違う。違うけどちょっと同じ。本当に来たんだ私。あっ、あの子よ。え、迷子なのかな。あっ、あの大丈夫ですか？あって思ったんだけど大丈夫？制服変わったんだ。それ何ですか？葵が。余計なこと言うなよ。葵？デリケートな問題だから言いたくないけど。黄色じゃないですか？もう少し空が見えるところに行こう。
ちらに月城琥珀さんって帰ってくるの少し伸びるって落第したんじゃないかしら。